皆さんこんにちは。芸能界は一見華やかなように見えて、裏では人間関係の悩みや恋愛の悩みなどを抱えている人が少なくなく、自殺未遂騒動を引き起こしてしまうこともあります。そこで今回は自殺未遂した芸能人や有名人をご紹介していたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。吉川ひなのさん、生年月日1979年12月27日、出身地東京都東久留米市、職業女優タレント。吉川ひなのさんは著書私が幸せになるまでで、両親との確執など自身の生い立ちを初めて赤裸々に綴っています。そんな吉川ひなのさんですが、一時期は左手首付近に目立つためらい傷があるとして、ファンの間でもリストカットではと噂になりました。これについて本人からは特にコメントはなかったようですが、著書の内容などから自殺未遂を図ったと思われても仕方ないかもしれません。テンチムさん、生年月日1993年11月19日、出生地中国北京市、出身地栃木県足利市、職業タレント、モデル、ユーチューバー。子役として芸能界デビューし、天才テレビくん MAX には天下凛として出演。その後ブロガー、ギャルモデル、ニート、ゲーマーなど様々な立ち位置を経験してきたテンチムさんは、2度の自殺未遂を図るなど波乱万丈ともいえる人生を歩んできたそうです。1度目は芸能活動を休業していた14歳の時、清純派だった世間のイメージから一転して見た目も派手に、なぜこんなに変わってしまったのかと叩かれ、当時の人間関係や家族関係、さまざまなことが作用して感情のコントロールができなくなり、うつ状態に、死ねないのに2階から飛び降りて死のうとしたとブログでも明かしています。2度目はある映画の主演を務めた時のこと。アダルトビデオと誤解されるほど濡れ場のシーンも多く、裸で撮影に挑まねばならなかった。仕事が全くない時期で、自分が選べる立場にはないと思った。なぜ OK してしまったのか、自分のことがどんどん嫌いになっていったと著書でも明かしています。小柳ルミ子さん、生年月日1952年7月2日、出身地福岡県福岡市早良区、職業歌手女優。小柳ルミ子さんは韓国アイドルのクハラさんが自殺で亡くなると自身のブログで過去の自殺未遂を告白しています。私も過去に2度自殺を図った。だが死にきれず未然に発見され未遂に終わってしまったと明かしています。清水翔吾さん、生年月日1943年2月15日、出身地東京都港区、職業俳優。アイフルの CM でブレイクした俳優の清水翔吾さんは、人気トークバラエティじっくり聞いたろうの中で過去に自殺未遂したことを語っています。 CM でブレイクし、ドラマの仕事も舞い込んできますが、いつも犯人役のため視聴者に推察されてしまうことからオファーが来なくなり、さらに40年連れ添った妻から離婚を切り出され、いよいよ一人になった時、僕がこんなに辛いんだったら消えちゃおうと思ったと自殺を決意します。遺書を書いてベッドを整え、睡眠導入剤を40錠ほど飲んで意識を失います。そんな彼を家族が発見して ICU に運ばれ、3日後に意識が回復したそうです。鈴木達久さん、出身地愛知県岡崎市、生年月日1983年11月11日、職業声優歌手。人気声優である鈴木達久さんは2020年1月22日歌手のリサさんとの結婚を発表しますが、2021年7月30日に週刊文春に20代の女性ファンとの不倫を報じられ、8月初旬不倫報道から間もないタイミングで自殺を図り、東京港区内の病院に救急搬送されたと一部で報道されました。一時休養宣言はこの自殺未遂が原因ではないかと言われています。遠野凪子さん、生年月日1979年11月22日、出身地神奈川県川崎市、
職業女優遠野凪子さんは自分の命を絶つことで毎日頭がいっぱいだった時期があったと語っています。首を吊るつもりでロープを買い遺書を書いて死ぬための準備を進めていたそうです。ただいざとなると恐ろしくなって毎晩毎晩命の電話に電話をしてたくさん泣いたそうですが、ブログを読んで自殺を思いとどまったそうです。高岡葵優さん、生年月日1982年2月8日、出生地東京都、職業俳優。高岡壮介さんはブログで自殺未遂騒動を起こしたのは飛躍のきっかけとなった2005年公開の映画かっちぎの撮影後だそうです。プレッシャーやインターネット上での中傷に耐えかね精神科病院に通院し、睡眠薬精神安定剤を服用。顔もパンパンに膨れ上がり、そのまま復帰作の撮影に挑んだと語っています。宮迫博之さん、生年月日1970年3月31日出身地大阪府茨木市、職業お笑い芸人。宮迫さんは東京に出てきた当時仕事が全くなく悩んでいたそうです。精神的にすごい病んでたんです。ある時ピークになって目をつぶって赤信号を渡ったんです。トラックが急停車して死にてえのかっておっちゃんが言うんですと運転手の男性に怒られたことを告白しています。宮迫さんはその時黙ってうなずいたそうです。すると運転手の男性からダメだよダメだってからと思いとどまるように諭されたそうです。清水文香さん、生年月日1994年12月2日出生地東京都、職業宗教家女優ファッションモデル歌手。宗教団体幸福の科学に出家した女優清水文香さんは告白本全部言っちゃうねの中で仕事のストレスから3度の自殺未遂があったと明かしています。思想信条にそぐわないグラビアの仕事などを苦に16歳の誕生日の日死のうとしてガムテープを口と鼻に貼ったんです。続けて高校2年の夏に右手首をリストカット、さらにマンションから飛び降りようとするも父に制止されたことを告白しています。来栖敦子さん、生年月日1978年1月26日出身地茨城県、職業女優モデルグラビアアイドルとして活躍した来栖敦子さんは彼との喧嘩の末に睡眠薬を飲んで入浴し濡れたタオルで自分の首を絞めたと告白しています。その時点で相当精神的に追い詰められているのが分かりますが、さらに食器の破片で手首を切ろうともしたようです。しかし駆けつけた家族に取り押さえられ一命を取り留めたそうです。小森純さん、生年月日1985年11月22日出身地神奈川県川崎市川崎区、職業モデルタレント。小森純さんは自身初の自叙伝ピアを発表し、同書では家族との衝突やマンションからの飛び降り自殺未遂 DV モデル間の嫉妬などこれまでの人生を赤裸々に告白しています。史上最年長の24歳でポップティーン最多登場という記録を残しましたが、同年6月号でファンに惜しまれながら同誌を卒業しました。田畑智子さん、生年月日1980年12月26日出身地京都府京都市東山区、職業女優。田畑智子さんは2015年に左手首を切り病院に搬送されていたことが報じられています。一部では自殺を図ったと報じられましたが、所属事務所は否定しています。半年前には田畑さんがマンションの階段に座っていた、1、2週間前には女性の叫び声が聞こえてきたという証言もあり、愛憎のもつれによる自殺未遂だったと噂されています。清原和博さん、出身地大阪府岸和田市、生年月日1967年8月18日職業野球選手。清原和博さんは一時生きる力を失った時期がありました。自決しようと思った時もありましたと語っていました。しかしその勇気もなかったため
代わりに糖尿病の治療を放棄するなど自暴自棄になっていたようです。今井メロさん、生年月日1987年10月26日、出身地大阪市住之江区、職業スノーボーダー。今井メロさんは伝説のメロラップなどで話題になりながらもトリノ五輪で惨敗し、精神的ショックもあってアスリートを引退します。その後はデリヘル店で一時働いていたことをマスコミに知られ、自伝で過去の自殺未遂や引きこもり、2度の離婚、美容整形などを自ら暴露し、坂道を転げるようにスキャンダルまみれとなってしまいます。ブログでは10回ほどリストカットしたことも告白し、2017年にテレビ出演した際もリストカットの跡をテレビで見せて精神科に入院していたことを語っていました。杉本彩さん、生年月日1968年7月19日、出身地京都府京都市東山区、職業タレント女優。杉本彩さんはテレビ東京系トーク番組じっくり聞いたろうで過去に自殺未遂をしていたことを告白しています。父が友人の借金の保証人になったことで自立して仕事して生きていかないとあかんと心に決めて、15歳の頃にモデルの仕事を始めたそうです。結局父が全ての借金を背負うことになり、自宅まで手放すことに。両親は夫婦喧嘩を毎日繰り返し、金銭的にも苦しい生活が続き、母は毎晩酒を飲み、悲しみや怒り愚痴を長女である杉本彩さんに吐き続けます。必死に受け止めようとしていましたが、ある日精神的に追い詰められて限界に、遺書を書きついには手首を切ってしまいます。かなり深い傷でしたが、ちょうど帰宅した母がすぐに病院に連れて行き、なんとか一命を取り留めたそうです。柳楽優弥さん、生年月日1990年3月26日、出身地東京都東大和市、職業俳優。カンヌ映画祭にも登場するなど俳優として活躍する柳楽優弥さんは、過去に急性薬物中毒で搬送され、これが自殺未遂ではないかと世間に衝撃を与えました。本人は自分との戦いに負けちゃったりして、俺も自殺未遂みたいに騒がれちゃったりしましたからね。今までの自分を客観的に見た時に、自分の中で自分との戦いみたいなものがありましたけどと切り出し、精神が不安定であったことは認めながら自殺ではないと否定しています。ゆいさん、生年月日1987年3月26日、出身地福岡県粕屋郡古賀町、現古賀市、職業シンガーソングライターミュージシャン。ゆいさんは実は医師からパニック障害の疑いがあると診断され、精神安定剤などを処方されていたそうです。その薬をお酒と一緒に飲んでしまったため意識が混濁し、そのまま救急車で病院に運ばれてしまいます。自宅にはお母さんとゆいさんの彼氏も一緒にいたそうです。これについて一部報道では自殺未遂だったのではと言われています。岡本真理さん、生年月日1989年12月13日、出身地群馬県藤岡市、職業モノマネ、グラビアアイドル、起業家、クリエイター。岡本真理さんは自身が過去に自殺未遂をしていたことをバラエティ番組じっくり聞いたろうで告白しています。それによると2014年に前妻との子をシングルで育てていた音楽プロデューサーと結婚、男児を出産し、家族4人で幸せの絶頂にあるように見えましたが、夫婦関係がうまく築けずストレスを抱え2018年に離婚。芸能界も引退して実子を引き取り、シングルマザーとして再出発しますが、一気にプチンと切れちゃって道路に突進しちゃってと自殺未遂を図ったことを告白。精神科病院に緊急入院し、およそ2ヶ月間閉鎖病棟にいたそうです。加護愛さん、生年月日1988年2月7日、出身地奈良県、職業女優歌手。加護愛さんは2006年に未成年喫煙問題を週刊誌に報道され謹慎処分となりました。
2011年には交際中の男性が暴力団関係者との親密な関係を持ち、知人を脅したとして恐喝未遂で逮捕されるなど、プライベートでも様々な問題がありました。そんな中、関係者が直前に加護愛さんと電話で話した際に、これから死ぬなどと自殺をほのめかすようなことを話したことから自宅に駆けつけたところ、加護愛さんが倒れているのを発見。急性薬物中毒の症状で、手首には切り傷があったそうです。上原さくらさん、生年月日1977年3月31日出身地東京都足立区、職業タレント。上原さくらさんは元夫と離婚問題の時期に不倫し、大きな話題となりました。そんな中、上原さくらさんは2014年に大量の睡眠薬を飲み自殺を図りましたが、未遂に終わり都内の病院に運ばれ入院しました。また入院翌日にも病院付近のマンションから飛び降り自殺を図ろうとしますが、倒れ込んでいるのを住民に発見され保護されました。また元夫の青山浩二さんが脱税していると報道されていましたが、この報道を受け青山浩二さんは、記事に書かれている内容は全くの事実無根でありますと脱税問題について否定しました。さらに上原さくらさんとの夫婦関係について青山浩二さんが発言したものとして、雑誌に掲載されたコメントについても、記事の中で私が発言したように書かれている内容が多々ありますが事実無根でありますと否定しました。こうした報道内容について、私及び弊社の名誉信用を毀損する虚偽情報が妻側からもたらされ、いたずらに公表されてしまったことは誠に遺憾と言わざるを得ませんと心境を明かしました。宮沢りえさん、生年月日1973年4月6日出生地東京都練馬区、職業女優ファッションモデル。宮沢りえさんは中村勘三郎さんの常宿だった京都のホテルで手首を切る自殺未遂騒動を起こし、世間に衝撃を与えました。当時の人気力士貴花田と婚約破棄後、彼女を支えたのが勘三郎で、いつしか2人は親密な関係に発展。そして宮沢りえさんが勘三郎の常宿だった京都のホテルで手首を切る自殺未遂騒動を起こします。しかしこれは宮沢りえさんが泥酔し持っていたグラスで手首を切ったと説明し、自殺未遂を否定しました。勘三郎さんは会見で事故であることを強調しましたが、勘三郎さんとの関係に悩んでリストカットしたのではと言われています。窪塚洋介さん、生年月日1979年5月7日出生地神奈川県横須賀市、職業俳優歌手レゲエ DJ、ミュージックビデオ監督カメラマン。窪塚洋介さんは2004年6月6日神奈川県横須賀市の約26メートルの高さにある自宅マンション9階から転落、建物から約9メートル離れたフェンスに衝突しましたが、芝生に落下したため頭蓋骨の開放性骨折など深刻な傷はあったものの、奇跡的に命に別状がありませんでした。自身は自殺ではないと否定しましたが、マンションから9メートル離れた場所に転落したという不可解な点も多く、実際は自殺未遂ではないかと言われています。ビートたけしさん、生年月日1947年1月18日出身地東京都足立区島根、職業芸人映画監督脚本家大学教授歌手芸術家作家編集家。ビートたけしさんは1994年8月に原付バイクで走行中に事故を起こしていますが、当時は命の危険があるとしてトップ級の扱いで報道されました。右側頭部頭蓋骨陥没骨折脳挫傷、右頬骨複雑骨折で長期入院し、退院会見では顔があまりにも変形していたため衝撃を与えました。ビートたけしさんは記憶がない、現場の血を見てゾッとした、自殺したんだなと思った、下手したらもう一回するような気がすると語っており、
自殺願望があったのではと報じられました。華原朋美さん、生年月日1974年8月17日、出身地千葉県浦安市、職業歌手、タレント、ミュージカル女優、 YouTuber。 華原朋美さんはガス中毒で緊急入院し、自殺未遂かと騒動になりました。さらにその直後に復帰会見するも、数日後に再び自宅マンションのロビーで倒れ、救急搬送されてしまいます。本人は自殺未遂を否定していますが、当時は交際が噂されていた小室哲哉さんとの破局騒動の最中で、この破局が引き金になっているという憶測が飛び交いました。しかし華原朋美さんによると、自宅で焼きそばを作っていて、ちょっと風邪をひいていたので倒れて、弟に電話して大事を取って救急車を呼んでもらっただけでしたと、あっけらかんと話してうやむやになりました。中森明菜さん、生年月日1965年7月13日、出身地東京都清瀬市、職業歌手、女優、アイドル。中森明菜さんは1989年に当時交際していた恋人でアイドル歌手の近藤真彦さんの自宅マンションで自殺未遂を起こし、芸能活動を1年間ほど休止することになります。2人の交際のきっかけは、1985年に公開された映画愛旅立ちで共演したことです。中森明菜さんは結婚を望んでいましたが、近藤真彦さんにその意思はなく、さらにニューヨークで松田聖子さんとの密会報道が重なり、近藤真彦さんの自宅マンションの浴室でリストカットしたそうです。中森明菜さんの自殺未遂は報道各社がトップニュースで扱うなど、世間に大きな衝撃を与えました。皮肉にも自殺未遂の直後に発売された中森明菜さんのアルバムは大ヒットします。ちなみに自殺未遂の現場を発見し通報したのも近藤真彦さん自身です。自宅に電話をしても中森明菜さんが出ないので不審に思い、急いで帰ってみると倒れていて驚いたとか。この自殺未遂の真相は未だに明らかになっていません。事件翌日、近藤真彦さんはテレビ東京系の番組にメインゲストで出演が決まっていましたが、この事件で急遽キャンセルとなりました。いかがだったでしょうか。いずれも皆さん未遂に終わっていますし、今では当時の辛さを乗り越えている人がほとんどです。今後も自殺しようなんてことは考えずに、辛い時はしっかりと休んで前向きに生きていってほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。